実力ナンバーワンでも、藤井隆彦アナだけなら負ける、11PM ニュース戦争。藤津美礼美アナ、TBS 小川彩香、癒しを求める、美貌バトル。日本テレビの藤井隆彦アナウンサー52が1月22日、3月いっぱいで同局を退社することを、MC を務める夕方の報道番組。 ニュースエブリ内で自身の口で改めて説明した。藤井アナは3月、<え>ニュースエブリ業を卒業し、うどうゆみこ54に代わって4月から担当する夜の報道番組ニュースゼロ、月曜から金曜まで、夜11時から、金曜日は11時30分からの MC にフリーの立場で出演する。22日のニュースエブリで藤井アナは、 正式に発表できることになりました。身の振り方など、テレビでお伝えしなくていいと断っていたんですが、番組の後輩プロデューサーから、藤井さんのエブリを楽しみにしている方もいますので、きちんと報告してくださいと言われて今に至ります。と、経緯を説明。フリーで調子に乗るな、羽鳥り、新一さんみたいにうまくいくわけないと思われていますが、安心してください。 私もそう思っています。と苦笑しつつ、フリーアナに転身することを報告した。最後には、私の担当回数も50回を切っています。残り少ない日々なんですが、一つ一つのニュースを大切にお届けします。あと2ヶ月と少し、そして4月以降のニュースエブリッドをどうぞよろしくお願いします。と締めくくった。 人気と実力を兼ね備える藤井アナですが、ニュースゼロの MC は彼だけでは務まらない、もっと言えば勝てないと関係者の間では言われています。民局関係者、えっと、藤井アナといえば、2023年12月にオリコンニュースが発表した好きな男性アナウンサーランキングで2022年の2位から1位に返り咲くなど、老若男女から親しまれている存在だ。 命より大切な食事会、パーティーはございません。感染者数に一喜一遊しないでください。この数字は 2>, 2週間前の結果です。私たちは2週間後の未来は変えることができます、と言った。コロナ禍での藤井アナの言葉は視聴者から絶大な支持を集めた。もちろん藤井アナの人気と実力は申し分ありません。ただ、 それだけでは23時代の報道番組は厳しいんです。今や23時代の報道番組は、かやつやのバトルになっていますからね。特に顕著なのが、FNN ライブニュースアルファ、フジテレビ系ですよね。全室の民放キー局関係者。ライブニュースアルファは、月木曜23時40分から。 金曜0時10分から放送しているフジテレビ系の報道番組。月木曜 MC を筒見霊ミアナ30が、金曜 MC をエビハラユカアナ29が担当している。番組のインスタグラムでは包みアナやエビハラアナのオフショットをアップして衣装を紹介。報道番組とは思えないほど明るい雰囲気のインスタ投稿ばかり。 滝川クリステルさん46のニュースジャパンフジテレビ系時代からそうでしたが23時代の報道番組というのは基本的にリーチしたいのはお父さん世代に対してこの時間帯のニュースを見るのは仕事から疲れて帰ってきた癒しを求めるお父さん世代が中心ですからね全同ライブニュースアルファのインスタで見られる包み穴の艶やかな衣装 エビハラアナの優しい微笑み、つい見とれてしまう男性は多いだろうが、フジテレビ内部には、今さらお色気かよ、という厳しい声があるという。しかし、現実的にはそれが数字に直結していると。夜10時から放送の報道ステーション、テレビ朝日系も MC は大越健介さん、62ですが、 昨年4月からは、スポーツキャスターに元 ABC テレビアナウンサーの広戸歩美さん、32を起用。